UTNTV をご覧の皆さん、どうも。本来アメリカに生まれるべきだった男、UTNT でございますっていうね。やっぱりね、この自由を愛する U20 はね、日本とかじゃなかなかね、こう、収まりきらない器だよねっていう話だからね。うん、だからね、例えば、まあ、その、小学校とかね、中学校の時、特にね、自由を抑圧される苛立ちみたいなね、もう常に感じてたよねっていう話だからね。うん、だから、もしね、俺がアメリカに生まれ育ってたら、もう相当ね、この自由を謳歌できてね、さらにね、フリーダム20に磨きがかかってたんじゃないかなっていう話だよね。うん、まあ、今回ね、この U20 を通してね、まあ、てめえたちにね、伝えたいのが、一体ね、この泥沼のアメリカ大統領選挙はどうなってしまうのかっていう話だよね。うん、っていうのもね、激戦州と言われているところでね、まあ、ことごとくね、開票作業がめちゃくちゃ遅れたりだったりとか、さらにね、その不正選挙の疑いがね、もう次々と浮上してきたりっていうのもあるし、もうね、完全に結果の見えない大惨事になっちゃってるよねっていう話だよね。この U20 的な見解としてはね、まあ、その前回から俺はもう言ってるんだけど、今回の選挙に関しては、そのトランプがね、選ばれないことには、もう全世界のね、自由だったり民主主義っていう価値観が一切なくなってしまうと。うん、それでね、万が一、その中国とつながりの深いね、バイデンが大統領になってしまうことがあったらね、今後はね、中国は覇権を握る暗黒のような世界にね、もうなってしまうと。もうそれでね、人々はね、もう自由を失ってね、人類総監視社会のね、幕開けになってしまうと。うん、もうそれをね、完全に俺はね、警告し続けてるよねっていう話なんだけど、U20 の見解としてはね、完全に今回はバイデンが郵便投票だったりとかを使って、完全にもう不正を働いちゃってるよねっていう話だよね。ただこれはね、そのバイデン派のやつからしたら、まあ、あのバイデン派っていうかね、例えば BLM だったりとかアンティファとかね、まあ、そういうなんかわけのわかんない暴動だったりとか、そういうものにね、扇動されやすいね、ちょっと頭の悪いね、リベラル派のやつらに関しては、本当に思うのが、逆にね、そのトランプとかが負け惜しみをね、言ってるんじゃないかみたいに、まあ、思ってるやつってすげえいると思うし、まあ、日本でね、大統領選挙を見てるてめえたちの中にもね、まあそうやって思ってるやつってすげえ多いのかもしんないんだけど、ただね、土壇場で負けちゃったそのウィスコンシン州とかでは、もういきなりね、その12万票ぐらいのバイデンにね、投票した票とかが、もういきなり見つかっちゃって、グラフとかで言うといきなりね、こうやって来てるところで、いきなりこう上がっちゃってんだよね。もうね、そういうことがね、もう普通ね、あるわけねえだろっていう話だし、まあ何かしらね、例えば開票所各所で、システムにね、なんかわけのわかんない異常が見つかったりだったりとか、投票用紙に細工がされてたりだったりとか、もうそういうね、次々とね、不正が発覚しかけてるよねっていう話だから、うん、もうこれがバレるのはね、俺はもう時間の問題じゃないかなっていうふうには予想してんだよね。そしてね、今回の民主党がね、マジでその不正選挙をね、やってたとしたら、これって実はかなり前からね、もう綿密に計画されたものだったんだよね。うん、っていうのもね、それはなんでかっていうのを説明してやるとすると、今も全世界でね、コロナがもう全く収まりそうにないわけじゃん。ただね、このコロナの問題はね、もうずっとこうやってね、収まりそうにないっていうのは、実はね、これは郵便投票を正当化するためのね、民主党の陰謀だったと言わざるを得ないよねっていう話だよね。うん。だからね、コロナがやっぱりその怖いじゃんということで、まあ恐怖感を煽って郵便投票をしましょうということで、まあその民主党はそれをね、国民に呼びかけたわけじゃん。だからその郵便投票をするっていうことは、もう不正し放題だよねっていう話だからね。だからそのコロナ自体もそうだし、郵便投票もすべてこれは民主党がね、不正投票をして圧勝するためにね、全部これは事前に用意されたものだったんだよね。うん、だから、まあ、今回このコロナのパンデミックに関しても実際に民主党が、まあ、絡んでんじゃないかっていう疑いはかなりあるよねっていう話だよね。うん、だからね、今回その郵便投票だったりとか、今回のね、まあ、不正選挙とかに関しても、まあ、俺がね、思ったのは、2020年に入ってからの出来事っていうのは、もうすべてね、一つの陰謀として、まあ、繋がっちゃってるよねっていう話だよね。まあ要はね、その2020年に入ってからのこの世界のね、大混乱っていうのは、もうほとんどはね、民主党だったりとか、まあバックにいるね、まあ世界を牛耳っている、まあ支配層だよね。そういうところが綿密に企てて、これはもう起こしてることなんじゃないかなっていうふうには俺は思うんだよね。
それでさらに俺が怖いと思うのは、まあ、こうやってね、その民主党と共和党が選挙の結果をめぐってね、まあめちゃくちゃこれからも揉めるだろうし、実際に決着がつくまで絶対にこれは収まらないことだと思うんだよね。それで今後危惧することとして、最終的に最悪のシナリオとして考えられるのが、もうアメリカ国内での内戦だよね。ただね、この内戦に万が一なってしまったとしたら、唯一ね、得をする国が一つあるんだよね。それはどこかっていうと、もう完全に中国だよねっていう話だよね。だからね、そうなるともう今の状況からしてね、一番誰がね裏で北総演でるかって言ったら、もう完全に中国じゃんっていう話だからね。だからね、もうこの今のねアメリカの民主主義がもうまさにね崩壊しようとしてる瞬間をね、一番中国は待ち望んでたんじゃないかっていう風に俺は思うから、もう本当にこれはね世界にとって一番良くない流れにねなってきてんじゃないかなっていう風に思うんだよね。そうだからね、今本当に世界は冗談抜きでもうやばい状況になっちゃってるよねっていうのを、この U10TV を見てる、まあその日本でね、平和ボケをしてるてめえたちもね、まあマジでこれは警告したいよねっていう話だし、だからね、万が一これでね、もう権力だったりとかマスメディアをすべて使い尽くしてね、まあそれで民主党が勝っちゃうようなことがあれば、もうかなり多くの血が流れるんじゃないかっていう風に、もう俺はかなり警戒してるよねっていう話だし、だからね、もう本当に今後ね、世界はかなりね、カオスな展開にね、なってくんじゃないかっていう風に、もう俺は本当に思うよね。だからね、本当に何としてでもね、これはもう不正を暴いてね、まあ共和党だったり、そのトランプにね、まあ勝ってほしいよねっていう話だし、一刻も早くね、コロナだったりとか、そういうのも全部なくなってね、平和な世界をね、早く取り戻してほしいよねっていう話だよね。そうだからね、2020年に入ってからのね、まあ例えばそのコロナもそうだし、あとはね、まあその香港の暴動だったりとか、あとはね、まあその BLM だったりとか、あとはね、そのファーウェイがまあ潰されたりとかっていうのもあったわけじゃん。それらもね、すべて含めて、もう完全に戦争が今起こってるっていう風に、もう理解した方がいいよねっていう話だよね。だからね、アメリカで今ね、起ころうとしてるこの内乱だったりとか、その内戦っていうのもね、すべてこれは米中戦争の一つでしかないんだよね。まあそんな感じでね、まあ今回はもう本当にね、もう今後世界が本当にやばいことになるかもしれないっていうことと、あとはね、そのアメリカでの、まあ今のね、選挙のごたごたによって、今まで本当にね、俺たちがね、もう正しいと習ってきたその民主主義だったりとか、その自由っていう価値観がね、もう今まさにぶっ壊されようとしてんだよね。だからね、この自由を守る戦いっていうのはね、もうぜひ共和党だったりとかトランプにはね、俺は勝ってもらいたいと思うし、万が一ね、もうこれが自由や民主主義が負けてしまうということがあったら、もうガチでね、世界はもうやばいことになりかねないよねっていう話だし、そうなったらね、俺が今住んでるマレーシアもね、まあここも完全にね、もう中国共産党の犬みたいな国だよねっていう話だから、だからね、こういう米中戦争とかそういうものがね、もっと表面化してきたら、俺もね、秒速でこの国から逃げなきゃいけないかもしれないよねっていう話だからね、その時は一体どの国に逃げるのがいいのかだったりとか、まあその場合ね、ワンチャン日本に逃げた方が安心な場合も当然あるよねっていう話だからね、だからそこはね、もう慎重に見極めた上でね、今後どう生きていくかっていうのもね、まあ真剣に考え直さなきゃいけないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今後ね、こういう世界情勢とかに関してもね、まあ他のモノモース系 YouTuber と違ってね、もうこの U20 はね、もう完全に頭が良すぎるよねっていう話だからね、またこの U20 のね、この素晴らしい教養をね、もう生かしたね、まあトピックに関してもね、まあこの U20TV を通してね、まあてめえたちにね、お伝えできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、また NEXT U20TV でお会いしましょう。See you! 少しでも変えた状況 on the my way